カール・テオドール・エルンスト・フォン・シーボルトカール・テオドール・エルンスト・フォン・シーボルトはドイツの生理学者、動物学者である。節足動物や原生動物の分類学の分野に貢献した。ビュールツブルグで生まれた。父親は産科学の教授で、いとこに日本の植物を研究したフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトがいる。ベルリン大学のカール・ルドルフィア。 ゲッティンゲン大学のヨハンフリードリッヒブルーメンバッハの元で学んだ。1831年から東プロイセンのヒルズベルクで医師として働いた。1834年にケーニヒスベルクに移り、ダンツヒの助産師学校の校長になった。1840年にエルランゲン大学の動物学、比較解剖学、獣医学の教授。1845年から フライブルク大学の動物学、1850年から、ブレスラウ大学の生理学の教授、1853年から、ミュンヘン大学の動物学、比較解剖学の教授となった。ミュンヘンでは後に、動物学の教授、動物標本館の館長を務めた。首長は、スタニウスと教授の、比較解剖学のマニュアルで、無脊椎動物に関する最初の巻の執筆を、行った。 動物学のジョルジュキュビエの分類体系の見直しを行い、関節動物を節足動物と全型動物に分け、節足動物に昆虫類、蜘蛛類、甲殻類を含めた、食虫類と原生動物の区分を作り、原生動物という用語を用いた。1848年にアルベルト・フォン・ケリカーと共に、学術史サイトシュリフト・フュア・ビソン・シャフトレカ・ズラジーを創刊し、 ヨーロッパにおける比較解剖学などの分野の有力な専門雑誌となった。寄生虫の生活史の研究でも知られる。シーボルトの集めた全無誌標本はロンドン自然史博物館に購入され、寄生虫標本の一部となった。バイエルン地方の淡水魚の標本コレクションはバイエルン州の標本館に収容されたが、そのほとんどが第二次世界大戦で失われ、 いくつかの標本のみがミュンヘンのズラジシャスターツ産卵に残されている。CC シーシーボルトは植物の学名で命名者を示す場合にカールテオドールフォンシーボルトを示すのに使われる。ありがとうございます。